こんにちは。なんか昔ね、働かざる者食うべからずっていう言葉があって、それはまあ至極真っ当な考え方だったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、というのが、生きるためには食べ物が必要で、食べ物は農業によってもたらされるんですが、日本の人口のほとんどがね、 99% 以上が農業をやらなければ自分たちを養うことが不可能だった時代っていうのがあるわけですよね。ずいぶん長かったんですよ、そういうのが。で、そういった時代を通じてサボる人が増えると、とてもじゃないけども割り当てる食料っていうのがね、行き渡らなくなる。だからみんなで働いて、でみんなで働いたんだからみんなで分け合おうねっていう考え方だったんですよね。まあ、ですんでね、怪我をしたり病気をしても元気になってまた仕事に復帰して、でみんなでまた食べ物を作ってね、でおめでとうみたいな感じだったんでしょうね。でもしばらくして人っていうのは気づくんですよ。働いていないのに食ってるやつがいるなって思うんですよね。例えば地主の方、土地を貸すことによって賃料が入るみたいなね。で労働はしてないわけですよ。たまたま自分が土地を持っていた、その権利があるってことに対して食べ物が供給されるみたいな仕組みなんですよね。あとは世の中の仕組みを作っている役人とかっていうやつですよね。この人たちも徴収した税で食べていましたから、言ってみれば農業はしなかったわけなんですよ。でも不思議なことにね、農業の知識がある人が食うに困る時代が来るんだけども、農業の知識がない人は人から集めたもので悠々自適に送っているみたいなね。で今その IT の知識がある人っていうのは結構暮らしを楽に作っていけてると思うんですよ。だから生活の糧が食べ物を作るっていうところから、そのテクノロジーを使いこなすっていうところまで来たのかなと。これが文化の発展とかっていうふうに言えなくもないんじゃないかなと思いますけども、ただやっぱりね、食べ物を作るのは貴重なことではあるんですけども、ただやっぱり今食品の価値ってのが本当は高いはずなのにものすごく落ちてるんですよ。500円や1000円でいろんなものが食べれる時代になりましたよね。以前はお金を払っても食べ物がなかったんで、闇市みたいなね、高騰する食品っていうこともあったんですけども、まあ、いろんなバランスの中で生きてますんで、今はテクノロジーを手にするとそれが相対的に高値で買い取ってもらえて楽な暮らしが手に入るよっていう、まあそういう公式でしょうね。で FX も実際は何か富を生み出してるわけではないんですけども、でも金銭的に豊かになる方法になっちゃったっていうのは時代の大きなパラドックスかなと思うんですよ。だからあとはそれを自分が利用するのか利用しないのかってことになってきますけども、やっぱりね、今この日本に生まれてそのテクノロジーを使うことが仕事になって、そこで稼いだ人がそのマーケットに入れない人ね、まあ、例えばその FX なら FX でいいですけども、 FX で稼げるようになったらお金を使える量っていうのは増えるわけですよね。そうなるとその滞留した在庫を買ってあげることもできたりとか、ものすごく経済的に人に貢献できるものって増えてくるわけなんですよ。だからそういったことを考えたら FX でその何なんか楽ちんでね、お金をね、湯水のように稼いでるみたいな方法ありますけども、だからこそお金をちゃんと使ってくれるような人も生まれて、切り詰めなくてもいいような経済環境を持ってる人がマーケットに来ることによって商品が売れていくって流れもあるのかなと思うわけですよね。まあ人生がね、思い通りになることばかりではないですけども、思い通りにできることがもしあるとしたら、その方法を使わないではないかなと思いますし、あとはみんながね、みんな FX をやればまたそれはそれで困った状況になるんではないかなって想像しますけども、でも実際ここまで FX が一般大衆化したのに、ほとんどの方が FX をやらないし続けないってことは、この FX の利権構造っていうのはね、これからもかなりの長い間守られていくんだろうなって気がしますよね。だからそこに自分が FX のマネージャーとして入れてよかったなという気持ちはありますね。だから次の時代をどういうふうに捉えていくかっていうことですよね。まさにその代替わりっていうんですけども、時代によって私たちがどんな人生を歩むのかってことがやっぱ選べるようになってきたっていうことなのかなと思いますね。じゃあ今日はそんなところにしましょうか。よくわかんないけど、いってらっしゃい。